あそう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 あの内閣総理大臣でございます。どうぞよろしくお願いします。麻生太郎です。ご存知のようになる7月31日21日衆議院を解散をしました。今日はこの桜木町駅前、神奈川県民、横浜市民、大勢の方々に自由民主党の考え方を聞いていただきたいと思ってこの機会を与えていただきました。大勢の方々に足を止めていただきまして誠にありがとうございました。心から厚く御礼を申し上げます。まず冒頭お詫びから申し上げなければならないと存じます。私の一連の発言、また私の力不足から自由民主党党内の結束が乱れて、結果として自民党に対する不信、政治に対する信頼感を損ねた、私の力不足から来るところであったと、この点に関しまして多くの党員党友、また支援をしていただきました皆さん方に私の方から心からお詫びを申し上げる次第です。もう一点申し上げなければならないと存じますが、もう一点はやはりこれまで規制緩和、グローバライゼーションという言葉の名のもとに規制緩和というのをやってきました。それなりの成果が上がったことは確かです。しかし同時に行き過ぎた規制緩和が結果として地域格差を生み、企業格差を生み、いろいろしわ寄せが弱い人のところに行った。この点も自由民主党としてその点に対する配慮が足りなかったことに関して謙虚に反省をしなければならないと存じます。行き過ぎた市場経済原理主義からは決別します。さて、昨年の9月の24日、内閣総理大臣を拝命をいたしました。今、松本純官房副長官からお話があったように、当時はリーマンブラザーズという世界最大の、証券会社、そういう会社の倒産によって、世界は間違いなくアメリカ発世界同時不況になりました。当時はご記憶かと思いますが、解散だ、いわゆる政策よりは政局だ、解散だ解散だと言われたもんです。しかし私はどう考えても今日本がやらなければならないのは景気対策であり、経済対策という名の政策が優先されるべきであって、政局よりは政策だと確信をしてこの10ヶ月走ってきました。政策の一番は何といっても雇用です。サラリーマンの方々もここにいっぱいいらっしゃるだろう。しかし皆さんは雇用が確定している、確定していない、これは自分にとって安心した生活ができるかできないか、これは雇用が安定しているかいないかにかかっていると思いませんか。
我々は雇用の多くを抱えている、まずは中小企業、小規模企業が黒字でも倒産するという事態は明らかに資金繰りがつかないからです。したがってその資金繰り対策に我々は巨額の金を突っ込んで、今約85万社の方々がこの資金を利用して資金繰りをつけておられる。また同時に企業では雇っていたいけど残念ながら給料が払えないから辞めてもらわねばならぬ、そういう人に対して雇い続けてください、雇っといていただいたらその資金の援助を5分の4政府がします。こう申し上げて雇用調整助成金、これで今月平均245万人の方々の雇用が確保されています。我々はこういったようなことをやらさせていただいて、今企業の景気対策というものをやらせていただきました。またご婦人の方々なら妊産婦健診14回無料にします。また出産一時金、生まれた時に42万円差し上げます、などなどいくつかのことをやらさせていただいた結果、今おかげさまで経済は数字の上では間違いなく景気回復の兆しが出てきました。一番わかりやすいのは株です。株の値段は7040円7050円まで下がった。それがおかげさまで先々週1万円に乗せ、先週はだいたい1万円台、昨日今日1万300円400円、それくらいいってると思います。明らかに先行きの仕様、先行仕様というんですが、先行きの仕様は明るいものが出てきた、確かです。しかしこれは数字の上では確かに明るい仕様ですが、皆さんが生活の実感として肌で景気回復を実感しているかと言われたらまだまだなんじゃありませんか。我々は少なくとも景気を回復したなと肌で実感できるまではまだ道半ばなんだと思います。我々自由民主党は景気最優先、全治3年だと申し上げましたけども、今約10ヶ月少々は経ちました。残り2年、我々は引き続き景気が回復したと実感できるために引き続き経済政策を継続このままやっていかねばならない、それが今我々に与えられた責務だと思っております。景気最優先で取り組むことをお約束します。我々は皆さんの暮らしを守る、しかし同時に守らねばならぬものがあると思います。それは日本を守るということだと思う。僕は日本を守るが当たり前のことじゃないかと思いでしょうが、当たり前と思ってない人もいるのじゃないかと。少なくとも今我々の周りには核実験をやり、日本に届く距離を持ったミサイルを持っているいう国がそこにあるんですよ。そして核実験をやったのに対して我々はそれに断固反対する、当たり前のことでしょう。しかもその国は日本に対して皆さん方のお子さんをある日突然人質拉致する、連れていく、常識では考えられるんでしょうか。私も2児の父親をやっておりますけれども、少なくとも自分の子供が13、14の時にいきなり連れてかれる、亡くなる、私は家族の悲しみというのは計り知れんと思うね。そういうような気持ちを持っている人が多い。我々はそういう人たちは歌やってんじゃないかなとは思っちゃいたよ。しかし本人がうちがやったと、国家元首が俺のところがやったと、国家で犯した国家の犯罪だということを認めたんだから、当然返してもらって当然、それが今に至るも返ってこないんだから、これはどう考えたって我々として抗議して当然。負けた
残念ながら今力不足だから国連使って安全保障理事会を日本がリードして間違いなく全会一致で国連として北朝鮮に対する経済制裁を決定した。それに合わせて我々は実行する当たり前のこと、そのためには船、出入りしている船の中に怪しいものがあるんじゃないか検査する、これを国連で決めてそれを実行するための政策というものを我々は法案として公明党と一緒に提出した。衆議院通ったよ。衆議院は通りました。しかし参議院に行ったらなんだかんだ民主党に引き伸ばされて結論審議未了は廃案。廃案ですよ。一番喜んだのは北朝鮮なんじゃないの。我々はこういうような政党というのはおかしいと思う。インド洋に対してインド洋でテロと戦っている人たちに油を補給します。これも憲法違反だって言って反対したんだよ。ソマリア沖に海賊が、海賊なんて今日本にはなかなかいないけど陸上には強盗さ、強盗、海の上の強盗、これに日本の船がそこは2000隻通るんだから1年間で安全が保てないから何とかしてくれというのに対して我々は海上自衛隊の船に海上保安庁の隊員乗せてそして現地に送る、日本の国民、日本の国の財産を守るために当然の行為だと世界中でこれみんなやってんだからこれをみんなやろうじゃないかと我々は送った。これにも反対だ。そしていよいよ今選挙になったらなんとなく最近はやってもいいみたいな話、いつからついこの間まで憲法違反って言ったのがいつから憲法違反じゃなくなったんですか。私どもはこういうようなね安全保障ってや最も大事な基本中の基本ですよ。その基本がねフラフラする、こういうのはね最も信頼ができない。日本の安全なんていうものを任しちゃいかん。私が言いたいのは国民の暮らしを守るためには経済政策がいります、成長戦略がいる。しかし同時に日本という国を守るためには絶対に安全保障政策というのがいるんです。この2つは今最も大事にしなければならない皆さん方に訴えたい我々の政策です。8月が来ました。この8月はご存知のように休み、お盆休みもある、終戦記念日もある、いろいろな意味でこの8月という国は月は我々がもう一回落ち着いてよく世の中を考えてみる1ヶ月にしてもらいたい。1ヶ月あります。この1ヶ月の間に我々が真剣に皆さん方に考えてもらいたいのはこの国の行く末です。我々は少なくとも64年前の8月、横浜を含めて私の住んでおりました博多も丸焼けさ、私の家も丸焼けになった。そういうことを経験されたご年配の方もいらっしゃるだろう。この桜井町の駅も汚かったよ。我々は子供の時に横浜に4年間住んでたから、僕はだからよく知ってます。しかしそれからこれまで綺麗になった、安心して生活できる国になった。誰のおかげ、間違いなく親父さんやおっくろさんが真面目にやってくれたから、おじいさんおばあさんが必死こいて働いてくれたからでしょうか。そのおかげで今日の日本がある。お盆になったら一回考えてみるといい。この国をここまでしてくれたのはあの人たち、しかもその頃は貧しかった、極めて貧しい時代だった。しかし今はこれだけ豊かになって、我々は改めて資源もない国が世界第2の経済大国にのし上がり、そして先進国の中で最も平均寿命の長い環境のいい国にのし上がり、我々はこれをさらに発展させていく義務と責任は俺たちの世代にあるんじゃないの。それでこそ
ご先祖様に申し訳が立つよ。後の世代にどういう日本をつないでいくのか、我々はその点を真剣に考える1ヶ月にしてもらいたい。ぜひ皆さん方にお願いしたい2点は2つです。先ほど申し上げました安定保障と皆さん方の暮らし、そのためにはぜひ政策を選んでもらいたい。政権を選ぶんじゃありません、政策です。みんな勝手なこと言うんだ、その政策をよく見てもらえないか。みんなかっこいいのはいっぱいいるよ、かっこいいことは言うの内容です。相手を選ぶときでもそうでしょうが、ボーイフレンドでもガールフレンドでも内容よ。政策だって同じですよ、内容。この内容をよく考えてもらって、その上で皆さん方がこの8月をぜひ考える一つにしてもらいたい。日本を守るのは自由民主党、皆さん方の暮らしを守るのも自由民主党、頑張ります。ありがとうございました。一生懸命やってまいります。ありがとうございます。前にお子さんいますので押さないようにお願いします。前にお子さんいますから押さないように、中間でそのままお待ちください。後ろ押さないようにご協力お願いします。すいません、お願いします。はい、今順番で参りますのでこのままお待ちください。ありがとうございました。麻生さんの総理を筆頭に我々自民党頑張ってまいります。皆様、本日はどうもありがとうございました。大変お世話になりました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。